トカノタケシは、日本の政治家。日本社会党選出の参議院議員。妻は、衆議院議員のトカノサトコ。田中正造の政治的後継者で、下付新聞社長を務めていた、トカノカオルユの長男として、栃木県阿蘇郡田沼町に生まれた。旧制豊山中学校を経て、早稲田大学政治経済学部へ入学。在学中は、高野美等と、 社会主義学生団体、文化会を率いる。また、郵便会に参加し、1922年には、先輩である、浅沼稲次郎の推薦により、幹事となった。1925年、早稲田大学を卒業して、ロンドン大学へと留学。その後、東京朝日新聞に記者として入社し学芸部に所属。1930年、 国際連盟東京事務所に勤めていた吉田里子と結婚。1940年、朝日を退職し、福春一が社長を務めていた国策新聞、大陸新報の政治部長兼論説委員長として、上海に妻と赴任。1942年の第21回衆議院議員、総選挙栃木一区に、東方会から出馬するが、落選。 戦後、公職追放された。また、宇都宮大学、東海大学で政治学を講じた。戦後は、政界進出を図るも戦前の活動がたたり断念。1946年に行われた第22回衆議院議員総選挙には、身代わりとして妻である、とか野里子を、栃木一区から立候補させて、トップ当選。 続いて自らも1952年の第25回衆議院議員、総選挙栃木2区に、右派社会党から出馬したが落選。1953年の第3回参議院議員通常選挙、栃木県選挙区から、右派社会党から立候補し、初当選。1959年、第5回参議院議員通常選挙に日本社会党から出馬し、再選。 1965年の第7回参議院議員通常選挙では自由民主党の船田譲、田村健作に敗れ、落選。1968年の第8回参議院議員通常選挙では自由民主党の植竹春彦、矢野昇に敗れ、辞典。 1971年1月、第7回栃木県知事選挙に無所属で出馬し、現職の横川忍に敗れ、落選。同年6月の第9回参議院議員通常選挙当選。同年11月、妻が死去して、模試を務める。1977年、第11回参議院議員通常選挙再選。1982年、 東京都新宿区富山の自宅で死去。ありがとうございます。